20の質問というゲームをご存知ですか？20の質問、出題者が思い浮かべたものを20回の質問で特定するゲーム。ただし質問はイエスかノーで答えられるものに限定される。20回で特定できれば質問者の勝利、できなければ出題者の勝利となる。